上から水が漏れてんですけど。まあ建物自体はだいぶ古いですから。今日はどなたが迎えに来てくれるんですか？離婚なさったそうですね。そういう家庭の子供にはよくあることなので。今日はお父さんが迎えに来てくれるって。ママは？母親がこの子を置いて急に家を出て行った。ご存じありませんか？2年前に女の子が行方不明になった事件。かわいいみずこちゃん。このぐらい水の底から。